日向が海外へ。その理由、卒業後ブラジルへ旅立った日向、1年合宿の2対2から考えていたらしい。体格で劣る自分はコーヒー以外も磨いていかなければ、この先生きてはいけない。全部できるようにならなきゃいけない。全国大会でより痛感した。広いコートを2人で守るビーチは全てのスキルが求められる。自分の弱さと向き合う強さ、そしてこの行動力、まさにプロの資質。でも最初はそのつてがなかった。海外修行はそこに身を置くこと自体が難しい。そこで手を差し伸べたのがまさかの人物、白鳥沢の鷲城先生。この人が日向に手を尽くすのは意外だった。あの時鷲城先生は日向を否定したかった。なぜなら現役時代、自分も小柄で大きい体に憧れていたから。自分と同じ条件で戦うやつに負けた。幼稚だけど、あの頃は認めたくなかった。そんな鷲城先生が日向に期待する。まるで自分の夢を託すように、気づいたら嫌いだった日向に魅了されていた。強さが多彩であることを日向が証明する。まさかの再会。海外修行、胸を躍らせる日向。しかしそれは過酷なものだった。同居人は冷たく、慣れない土地でのバイト、右も左もわからない。肝心のビーチバレーはうまく飛べない、うまく動けない。今まで培ってきた自信が砂の上では揺るがされる。硬い床も仲間も支えてくれるものはここにはない。そんな中、財布を失う日向。これは妹がくれた大切なもの。同居人をご飯に誘ってもやっぱり相手にされない。寂しい。あの日向がこんな心境に陥る。それでも折れない日向。崩れそうな心を動いて何とか支える。地元の人とビーチをしていたその時、日本語につられて振り返ると久しぶりの登場、及川通。ここで大王様再登場させるこの展開、最高に熱い。かつての敵から戦友となったこの二人の絡みがめちゃめちゃ面白い。ブラジル with 及川さん、まさかの再会に話が弾む。笑顔が可愛い。でも影山のこととなると顔が歪む及川さん。久しぶりの登場だけど相変わらずクソ野郎で安心した。それにしてもなぜ及川さんはアルゼンチンを拠点にしているのか。実は小学校の時憧れの選手ができたという。注目されていたのは当時のアルゼンチンのスター。でもその時は不調だったらしい。そこで入ったベテランセッター、特に派手な印象はないけど、ただただスターを引き立てたという。そしてエースが復活するとひっそり身を引いた。この幼い年でスターではなくセッターの謙虚さに惹かれた及川さん、サポーターにサインをもらって誓う、俺もセッターになる。及川さんのバレーはここから始まったのかもしれない。ちなみにこのサポーター、母に現れます。もしかしたら高校でつけていたサポーターが左右違うのはこれが理由かもしれません。サインがない片方をずっと使っていたとしたらめちゃめちゃ燃える。あの時の出会いがバレーの礎になっているのがわかる。その恩師と高校時代に再会、プロが語るバレーの過酷さを改めて授かる。バレーを続けるか迷う及川通。そんな時、恩師に出会う。天才を前にした時、多くの人は嘆くけど、それは努力を尽くしてからで遅くない。ただ、自分の力を信じて進むことは諦めるより辛いかもしれない。高校生に対して励まさず、断言せず、決して優しくするわけではない。と天才ではないからこそ、プロが茨の道であることを本人が痛感しているからだと思う。そして迷っているのが振りである及川さんを見抜いている余裕も感じる。及川さんはこの人から学びたくて日本を出た。この行動力感無量。あんなに努力を尽くして天才に打ちのめされたのに、見つめる先、行きたい場所は昔から変わらないこの執念。そんな行動力ぶっ壊れコンビ、ビーチで遊んでると地元の人から絡まれます。あの時チビちゃんにトスを上げてみたいと言っていた思いがまさか実現するとは。及川さんイケメンだけど相変わらず発言が残念。日向翔陽と及川通る夢の共闘。バレーボールは楽しい。初めてのビーチ、砂に足を取られてうまく動けない。セッターなのに次は風が邪魔でセットが合わない。実は及川さん海外修行の最初は苦戦していた。通用しない実力、言語の壁、心が折れたり辛い日の方が多かったかもしれない。でも時々訪れる楽しいがあるからやめられない。この来てしまうという表現たまらなく好き。風や砂は敵でも味方でもない。克服すればできたになる。難しいセットも難しいからこそできた時の快感は大きい。このできたが楽しいを呼んでしまう。小さい頃から何も変わらない。バレーボールは楽しい。いくつになっても忘れられない。ビーチは二人だからこそ改めて強く実感する。初心に戻りバレーボールの根幹つなぐに今一度触れる。ちびちゃんではなく改める。元気でね、翔陽。及川さんが日向をライバルとして認めた瞬間、日向が涙目なのも微笑ましい。及川さんは認めただけじゃなく感謝しているようにも見える。でもこれからも仲良くしようねみたいなやわな思いじゃない。あくまで全員倒す宣戦布告。日向、名前呼ばれて嬉しいのはわかるけど、少しくらいビビってあげて。及川さんの威厳がなくなっちゃう。それでもあの時の取るに足らないプライドが少しも荒んでないことがこの背中から伝わる。
これから日向は2年間ビーチで修行。確かにこうやって見るとチビちゃんなんていうのはもう失礼かもしれない。そして2年の時を経て小鳥の最終形態に近づき、ブラジルではこう呼ばれる忍者小妖。すっかり男前になった日向がいよいよ日本へ帰国する。大人剣も肩書きのオンパレード。海外修行を終えた日向、最初仲良くなれなかった同居人とも涙の別れ。日向のこと好きと思うけど、どうやら小津剣の方が気になるらしい。いや小津剣で誰？でもなんか見覚えあると思ったら、こいつ大学生以降の怒涛な肩書きに圧倒される。なんと一軒家に一人暮らし、人一人住めるほどのただのゲーム部屋。学生時代あんなだったのに、あの頃は剣馬可愛い、養ってあげたいくらいだった。今はもう養ってください小爪様って感じ。すっかり変わってしまった。そして剣馬の会社は日向のスポンサーらしい。なんでスポンサーになってくれたのか日向が聞くと、なんとなくお金あるし、でもつまんなくなったらやめる。前言撤回、何も変わってなかった。あの頃と同じ。面白そうだったら興味を示すけど、つまんなくなったらもういらない。動機に付随する恐怖、そして常に面白くなきゃいけない日向。この要求に応え続ける日向は酷ですね。小爪剣馬、非力だけど配給で一番恐ろしいキャラだと思う。北斗さん元気らしいです。日向が所属するチームブラックジャッカル、どんな選手がいるんだろう。まさかあの時のあのセリフを実現させるとは。日向と夢の共演、宮アツム、よくわかんないけどへこんでます。皆さんならこういう時なんて声かけます？センスが問われますね。センスがあるかは知らんけど、この人はこう接するらしいです。元気かと聞いて、相手が答える前に全力の自己開示。こんなにまっすぐ相手の目を見る人もまあいないでしょう。春高の時も似たようなシーンありましたね。反省中の赤足に何の迷いもなく踏み込む北斗さん。こんな北斗さんをずっと相手にしていた赤足に言いたい、お疲れ。そしてこれから相手にする厚めに言いたい、頑張れ。笑みがこぼれるこの3人組、これからコート上で見せるプレーはプロそのものです。ラスボス最終戦、試合会場でおにぎりを転売する宮尾さん。おにぎり屋の店主になったようです。そこに訪れる山口、嫌なジャンフードとして認識されている。ちなみにあの激戦から1年後、稲荷崎と烏野は全国を舞台に再戦。この時も山口のジャンフードは脅威だったんでしょう。そしてこの背中、山口は3年の代でなんと首相になっていた。一度逃げたことがある元根性なし、だからこそそういう人の気持ちがわかる優しい首相になったと思う。こんなイラストもあります。セリフはないけど表情だけで流れがわかる、めっちゃ好き。それにしてもなぜこの2人が合ってるのか、偶然か、いや偶然ではない、待望のイベントだから。帰国した日向を待ち受けるのはこの男、影山飛雄。中学以来の公式戦、この描写、初対面の時を彷彿させるよう、最初は敵だった、あの時からの積年の思いをやっと晴らせる、最終戦にこれ以上ないふさわしい相手。成人した月島、何が驚きかってまだバレエやってます。昔あんなこと言ってたのに、あの時バレエにハマったんでしょうね。そのきっかけが僕とさんと思うと、月島的には尺な気がする。山口やっちゃんと合流して観戦するようです。頭良さそうな見た目で頭悪そうなこと言ってるの好き。やっちゃんが言うように今日も月島は元気みたい。そしてこの3人も現地で集合、悪乗りする菅さんとそれに困る朝日さん、こちらも元気そう。役者の表情を見ればわかるどれだけの思いが集約されているか。高麗あの時から約5年、確かに試合では勝ったけど、途中で退場した日向には不完全燃焼のような思いがあり、それを晴らしたいと疼いている。さまざまな信念が錯綜し、混沌とする最終戦は伏線回収のオンパレードです。妖怪大戦争、腕相撲でやり合う日向と影山、そこに割り込む厚め、この肩に腕乗せてるのが好き、新相棒感がある。はい来ました、僕とさん嵐の予感。腕相撲からおにぎりの話に膨らみます。はい、さらにややこしくなります。ここから腕相撲とバレエの話が並行して意味が分からなくなる。次の方、星海高麗。厚むがもう限界です。喧嘩、腕相撲、おにぎり、バレエ、いろんな勝ち買うの話題の中に身長が入ります。こんな複数の話題を一から妖怪どもに説明するのを諦めた厚む、あの頃の自分は甘えてたんだと実感する。そしてその甘えを許さないサクサ清臣、ついに厚むが壊れます。サクサは牛島のことを意識しているようですね。試合が楽しみです。予防接種だけでどうやる牛島好き。何が面白いかって、あの頃はアラン北さん視点では厚むが手を焼く後輩問題児みたいな構図だった。今では周りのツッコミ役になって厚むが手を焼いている、役割が逆になっているのが好き。今後も妖怪たちにもみきちゃにされる厚むを想像するとこう思います。ザマン影山 VS 日向、試合開始は影山のサーブから高三とは違うとつぶやき目も覚めるようなサーブ、それを見事上げる日向、この影山の表情、悔しそうで嬉しそう。そして日向のこの意識、すぐ立て、これはビーチで学んだ思考。さらに昔1年生合宿で日向に質問されていたことを思い出す牛島、あの時は牛島の回答は明らかにされていなかった。
それが今明らかになる。プライドを捨てて相手に教えを請う。一番泥臭くて一番かっこいい。これに応える厚夢。スパイカーに対する献身的なセット。実況も驚く。なぜ速攻やコンビを使わないのか。それは高いトス一つで十分だから。確かに日向の武器は速さ。でもそれはあくまで武器の一つ。今は高さでも勝負できる。ビーチにいた日向は日本では無名。でもきっとこの瞬間から日向の躍進が始まる。おかえりと迎えるみんなが好き。その中で唯一おかえりと言わない月島も好き。でもやっぱり一番待っていたのはこいつだと思う。過去最大級の喧嘩が始まります。宮兄弟喧嘩勃発。どうやらおさむが高校でバレーをやめると決意。凛太郎、お前はもうちょっとなんか言えよ。将来バレーやってるくせに。おさむは飯に関する仕事をやりたい。でもバレーを続ける方が成功者みたいな面をする厚夢の態度が気に食わない。自分の進みたい道を選ぶんだから厚夢もおさむもどっちも正しい。この喧嘩の素敵なところ、厚夢の怒りの原因はおさむに対する思いである。ずっと競い合ってきたおさむ、大好きなバレーをもっとおさむとやりたかった。自分が突っ走った時おさむがついてきてくれた。だからバレーボールを愛することができた。つまり厚夢はおさむがバレーをやめることが寂しい。なのに寂しいと言わず喧嘩越しで改めて宣言。今まではどっちがバレーが上手いかで競ってた。次はどっちが幸せか。喧嘩の動機が素敵だし、結局死ぬまで喧嘩する双子好き。そして今おさむはコートにいないけど、俺は今幸せの絶頂にいると叫ぶように、あの遊戯を日向と実現させる。新変人速攻。最初上げたトスは余裕があるオープントス。高さが武器。次は速さで勝負。稲荷崎戦で宮兄弟が変人速攻を実現された時はみんなが驚いた。そして日向に同情した。唯一無二の攻撃をあっさり使われたのはへこむだろうと。しかしこの人だけは違った。今まで日向は鍵山ありきで評価されてきたけど、この先鍵山とだけやっていくわけではない。あの速攻に関して言えば、日向翔陽にとって厚夢は自分にボールを届けてくれるセッターが他にもいるという証明。唯一無二じゃないってことは彼にとって吉報である。会場のみんなが驚く。しかし影山は驚かない。確かにそれは強力だけど最強じゃないと知ってるから。あの時の借りを日向を使って返す厚夢。最強セッター同士が火花を散らす。そして変人速攻の再現に胸を躍らせるタケちゃん。しかし同じじゃなくもっと速いらしい。月島家、そういえばこの男変人速攻大嫌いでしたね。日向と厚夢、変人速攻再現と思ったら昔と同じじゃなくもっと速いという。ジャンプ力の向上はもちろん、単純にてっぺんまでの到達が速くなっている。かつて研磨が言ってた高くを速く、これをさらに極めた。ジャンプの完成が速い。空中の覇者高麗でさえこの表情。自分の縄張りに強敵が現れた。ブロッカーとしてはとても厄介。月島の表情が最低で最高すぎる。同じスパイカー田中も翔さん、かつての牛島朝日さんと姿が重なる。皆さんお気づきでしょうか。田中清水さんに対してタメ口になってます。いや今となってはどっちも田中、失礼しました。まさか初対面プロポーズを実らせるとは。でも田中なら納得できる。できるまでやればできる。それをバレーだけでなく恋愛でも体現させた男、田中龍之介。階級で一番かっこいいと言っても過言じゃないと思う。気持ち悪い。日向が躍動する会場を一変させる。僕と光太郎、自ら手拍子を要求。赤足の笑みが愛おしい。応援を全て力に変える。元気サーブ、ネーミングダサいけど一周回ってかっこいい。しかし高麗が挙げる何でもできる小さな巨人。そして待ち受ける日本の主砲牛島若年。リベロを吹っ飛ばすその迫力は外国人にも劣らない。やっぱりシンプルな高さとパワーはそれだけでかっこいい。対するこの男、サクサ清美。取ったと思ったボールはレシーバーの腕を弾く。サクサの特徴は異常な手首の柔らかさ。スナップでコースの打ち明け、嫌な回転を実現させる。その回転は牛島の左よりも立ち悪いようです。妖怪だらけの祭り、本当にどいつもこいつも気持ち悪い。そしてこの環境に身を置き、こんな表情になる鍵山もやはり気持ち悪い。昔伊達工業の練習試合で似たシーンがありました。伊達工のブロック、ユース合宿で強者に感化されてたどり着いた境地。強さは心地いい。あの頃はまだ未熟だった鍵山がついに世界へ羽ばたく。世界のエース、ニコラス・ロメロ。高麗が繋いだボール。普通なら返すだけのところを振り向きざまで叩き込む。自分の体を操る圧倒的センスと技量。次のシーン、高麗のネットインサーブを日向はロメロの前に落とす。嫌と変えて、いいと呼ぶこの二人好き。お前らこれよくやってたからな。ロメロを牽制したと思ったら、レシーブから流れるようにスパイクへ。そして、これに応える影山。華麗に決まる攻撃にさっきの二人もびっくり。助走とレシーブを同時に行うロメロ。華麗、柔軟、鮮やか。言いたいこと全部言って
ってくれてありがとう。改めて見るとスルリという効果音の描き方がおしゃれすぎる。配給は効果音でキャラの躍動を伝えるやり方は秀逸そのものだったけど、このリボンのような一筆書きのしなやかさ、改めて魅了される。力だけでなく柔軟さも持つ世界のエース、幼少期からずっと憧れて見ていたその人物と今同じコートに立つ。普通は萎縮しそうだけど感化されて引っ張られるのがこいつら。強いやつと対峙した時目を輝かせる妖怪たち。小鳥のその先、ロメロのスパイク、ブロックアウトを警戒してあらかじめ後ろへ下がるヒナタ、それを見て前へ落とす。しかしこれを拾う、ブラジの戦友が笑う。出た忍者、このボール得点につながります。影山と大地さん、ある予感がする。次のプレー、高麗のスパイク、相手選手の配置を確認。高麗の攻撃は多彩だからこそ全てを警戒。でも穴のない守備などない。奥をつくスパイクはヒナタが捉える。いなかったはずの場所に気づいたらいる。ビーチで培った経験が頭角を現し、世界のスターもうなる。レシーブの上達なんてレベルじゃない。事前に相手にこう守るよと伝えて、その逆をつかせる。及川さんがビーチで言ってた、相手の視界を考慮したバレー。今まではおとりとして攻撃に貢献してたけど、ついに自分で自分をおとりにして守備に貢献。ボールだけ見てたら絶対にできないゲート、まるで鳥のようにコートを上から俯瞰しているよう。昔はあんなこと言ってたの。エースでも小さな巨人でもない。おとりに誇りを持った日向がコートを滑る。これが日向翔陽、おとりとして守備に貢献する。でももちろん本来のおとりの役割もある。ブロードに走る日向、ブロッカーの気持ちを表してくれる月島、ありがとう。託されるのは僕とさんと思ったら明暗。おとり1とおとり2のこの瞬が可愛い。明暗さんのことよく知らんけど決めてくれます。快感に浸るこの厚みもたまらん。スパイカー輝くのセッターはかっこいい。日向の存在感にどよめく会場と、我が子を褒められたような先輩、そして日向、当然のようにスパイクサーブ。西島のスパイクからなんとか開ける厚み。セッター不在の中、翔陽と呼ばれるあの1年生らしく練習に参加すらさせてもらえなかった。でも今は攻撃も守備もセットも全部できる。セッター厚夢が決める。さらに日向、次はバックアタックからブロックアウトを決める。バレー界において小さく優秀な選手は求められない。求められるのは大きくて優秀な選手。でも日向には関係ない。もう世界は日向を無視できない。強いって自由。成人者西野はなんとイタリアでカジキ取ってます。後輩の行動力に圧倒される先輩たち。どうやら高2の時点で世界中を回ると西野は決めていた。東京も世界も行こうと思えばビュンって行ける。これを近いと捉えるか遠いと捉えるかは自分次第。バレーをやってもいいし、やらなくてもいい。自分に上がったこのボール決めに行ってもいいし、ブロッカーを嘲笑うように他の誰かに託してもいい。強いは自由に直結する。確かに私たちは日向西野みたいに強くないかもしれないけど、彼らも最初から強かったわけではない。でも高校卒業して海外にいたその心意気、この行動力をビュンと捉えるかどうかは自分次第。今日何かに負けていたとしても、負けは弱さの証明ではない。これから何だってできるし、何者にでもなれる。バレーという枠に収まらない小さい子の背中から人生を学ぶ。影山誕生、異性もないはずの頃からボール触ってた。本能的にバレー好きなの恐ろしいし、何より可愛い。小さい頃から祖父姉とバレーしていたが、ある日姉がバレーをやめた。理由は髪を切りたくないから。彼氏にくだらないと言われて傷つく姉、孫に彼氏がいたことに傷つくおじいちゃん、三途の川手前まで行ったかもしれん。この時の影山の顔がなんか不思議で、寂しがってる様子はない。同年代とは熱量の差があって分かり合えなかった。チームはいたけど一人でバレーをやっていた。そんな時祖父が亡くなった。小さい頃心に響いた言葉、強くなれば強い誰かが現れる。それを信じて走るけど結局一人。こうやって見ると大好きなバレーをしているのに一切笑わない。無表情なのが寂しそうに見える。そんな影山がついに出会ってしまう自分の熱量についてくる相棒、自分の本気を受け止めてくれるチーム。大好きなおじいちゃんの言っていたことは本当だった。強くなれば絶対もっと強い誰かが現れる。影山が心から笑える場所をついに見つけた。影山の余裕、妖怪たちがやり合うのか。竹ちゃんがある疑問を持つ。影山と高麗で変人速攻はできないのかどうか。確かに空中戦の達人高麗ならできそう。めっちゃ強いじゃん。素人のような質問に鵜飼さんできると即答。ただやらないだけという。かつての影山は速さにとらわれて俺に合わせろと豪語していた。それが今、速さはあるがあえて使わない。なぜならうちのスパイカーはちゃんと強いから。影山の余裕がスパイカーにも伝播する。高麗を 100% 生かすなら速さより空中での余裕という選択を取った。スパイカーが打ちやすい以上に最高のトスはない。鵜飼家の教えが影山の糧になってる。その嬉しさに思わず笑みがこぼれる。苦しいボールもその先にはスパイカーがいる。だから最高のトスを送る。言語分かってないけどハイタッチする影山可愛い。中学時代喧嘩したままで終わっちゃったけど、なんだかんだ心配する金田一。言語も国境も越えていくあいつが憎らしくて誇らしい。
妖怪 VS 影山、ネットを越えそうなボール、影山トスは上げれなさそう、しかしスパイカーたちは上げる前提で助走に入る、同じセッター小金川が怯える、スパイカーからの要求に応えなければいけないことに同情してるんでしょう。稲荷作戦であった日向からのトスの要求、これに応え続けるのはセッターにとって異常だったが、プロはこれが正常。日向が妖怪の代名詞になっている表現方法が多彩、この中から影山誰を選択するのか誰も選ばない、どんなボールも上げてきた影山だからこそ成立する回、この選択肢も贅沢だけど誰も使わないのもこの上なく贅沢、この快感稲荷崎戦で厚みを浸ってた、おさむが放つ殺気をあえて使わない、最高に贅沢、強さを手に入れて自由に飛ぶ日向、それは影山も同じ、速さの常識にとらわれない影山もまだ負けてない、三度コート上の王様、厚み曰くカラスノが影山を起こしてしまった、最初は何かを怖がっているようでスパイカーのご機嫌を奪うお利口さんだった、厚みが影山に初めて声をかけた時ですね、どうやらこのお利口さんの意味はスパイカーの顔色に合わせた優しいセッターという意味だった、しかし廃校で影山の脅迫的セット、つまりスパイカーの顔色に合わせずスパイカーの最高パフォーマンスに合わせたセットをしてカラスノは答えてしまった、そこで影山は気づいてしまった、好きにやって大丈夫なんだ、ここから王政が始まります、しかし昔みたいな独裁政治じゃない、影山は知ってる、俺のトスに合わせろなんて言わなくていい、スパイカーのご機嫌を伺う優しいトスじゃなくてもいい、今日もスパイカーは最高のトスを待ってる、シンプルなこの答えにたどり着く、かつての王政にいた戦友が震撼する、信頼と自負、そして強靭なスパイカーは心元冠となって王様の身を包む、新しい王政がコートを支配する、コート上の王様 VS 最強の挑戦者、影山の強烈なサーブ、日向が上げるが厚みの速攻読まれる、3枚のコミットブロック、今日ブラックジャッカルは守備のいい日向サクサがいるためレシーブの返球率が高い、結果真ん中の速攻でサーブを切るという戦略が読まれた、あらかじめ指示を出していた監督がガッツポーズ、速攻がいつもより多いと読まれている、でもそんなことお構いなし、読まれてなお強気の姿勢を崩さない厚み、かっこいい、スパイクを打つわけではないけど背中でブロッカーに圧をかける、真ん中を使い続けた強気の姿勢はスパイカーの道を切り開く、ブロッカーを引き剥がすのはセッターならではの快感、そしてもちろん厚みはサーブの強力、あの西野を苦しめたジャンプはさらに磨きがかかって二刀流は健在、しかしここで満足しないのが厚み、二刀流でさえ恐ろしかったのに思い出を捨てた厚みが限界を超える、3本目の刀、高校時代と同じ助走距離が6歩ならスパイクサーブ、4歩ならジャンプロ、どちらも強力だがレシーバーからするとこの事前情報は大きい、どっちが来るかでレシーブの位置が変わるから、3回目のサーブは4歩、ジャンフロと思われたサーブは強烈に放たれる、ジャンフロのモーションから何度強打を繰り出す超剛球と超変化の中間ハイブリッドサーブ、このサーブ単体ならそこまで脅威じゃない、スパイクサーブなら後ろ、ジャンフロなら少し前で守備を配置する、でもその中間があるだけでサーブが放たれる瞬間まで守備を正しく配置できない、唯一の救いだった歩数という情報も今となっては惑わす要因となった、1本でも2本でもない三刀流だからこそ実現する脅威、思い出を全部筋肉に変えて今日も何かに挑戦する、おさむのおにぎり屋で落ち込んでいるのは厚み、どうやらサーブの調子が悪いらしい、おさむは今までの二刀流でも十分だと指摘する、でもある選手がその中間サーブをやっててやりたくなったらしい、理由が小学生、変人速攻を見た時と同じ、かっこいいからやってみたい、子供っぽいけど素直にそう思って挑戦するところ厚みの魅力だと思う、そんな厚みをおさむは励まさない、言葉ではなくご飯でなだめる、バレーの調子が悪くてもへこんでも腹は減るし飯はうまい、そもそも普段喧嘩してるくせに落ち込んだらおさむのとこに行く厚み、かわいい、ここで何かに気づく厚み、なんと新米が届いた、ごめんそれって大事なの、会話の内容と表情が合ってない、そんなうまくいかない時期もあったみたい、でも辛い過去も全部筋肉に変える、4本ジャンフロのモーションから強打で叩き込む、走り出したミア厚み、思い出に浸らず常に挑戦する志、やっぱりかっこいい、ノリに乗った厚みがこの後センターの本領を発揮する、セッターはかっこいい、サーブで猛威を振るう厚む、これだけ攻撃的な性格でありながらあくまでセッター、無理な体勢からでもスパイカーを立てる、この献身的なセットにブロッカーは翻弄され、セッターは感動する、いや研磨は少し切れてる、そして託されたスパイカーはこの上なく爽快、この快感をスパイカーと一緒に堪能する厚む、本当に気持ちよさそう、最初は怖い印象が多かったけど一皮抜けるとこの笑顔、純粋そのもの、あのスローガン、厚むは好きだけど大将は好きじゃなかったらしい、この気持ちが今なら少しわかるという。
思い出は一個もない、全部ここにある。今この瞬間を支えるための筋肉になっている。過去を思い出としてだけでなく自分の糧として捉えるこの思考、素敵だと思う。かつての仲間はもうコートにいないけど、間接的に厚夢を支えている。厚夢の筋肉として今も支えてくれている。誰かを支えることはこんなにも美しい。厚夢とボクトさんの出会い、あの宮厚夢を初対面からつむつむと呼ぶのボクトさんすぎる。陽気なボクトさんに対して厚夢は脅しのよう、俺のトスを打つ以上調子が悪いなんて言い訳は許さない。この脅迫にボクトさん萎縮するどころか当然と答え、こう付け加える。俺はただのエースだからな、意味がわからん、ボクトさんすぎる。なんか真剣な厚夢がかわいそうになってくる。しかしボクトさんも高3の春高敗北を味わっていた。なんと決勝戦全国2位、十分誇っていい成績と思うけど、1位以外みんな敗者なのが春高バレー。悔しさは隠しきれない。ボクトさんの相棒は赤足みたいな構図だったけど、赤足がボクトさんを尊敬し後輩として下から先輩の顔を立ててた印象。でもこの葉は同年代として3年間ボクトの横でしかり励まし支えてきた。この葉はボクトさんがいないとここまで来れなかったと言うけど、それはボクトさんも同じだと思う。たった今引退したのにかける言葉はお疲れでもありがとうでもない。頑張れよ、ただのエース。プロになる前提の言葉。そして今完全に普通になったボクトさん、世界をかける。普通になったエース、ボクトさんにトスが上がり、3枚ブロックの隙間をつくキレキレストレート。しかしどうやらアンテナに触れていたようです。ボクトさん不調かなと思ったら、赤足が言うにはその逆、調子が良すぎ。完全にストレートを閉じていたのにブロックの隙をついたのはアンテナに触れたとは言う。やはり見事だった。ミスったのに相手をビビらす。次のスパイクでは少し状況を整理する。ストレートが絶好調で相手もそれを警戒している。じゃあクロスにしよう。昔からボクトさんのコースの内枠は脅威だったけど、調子が乗らないとできないし、むしろ不調になって自滅することもあった。その度に赤足やみんなが手を焼いた。でも今は調子もメンタルも関係ない。コースの内訳なんて普通にできる。ボクトさんの元気はファンに伝わって、それは本人も呼応する。ブロックに捕まりそうな局面、でもエースは全てのボールを打ち切る。ブロックとタイミングをずらした背面ショット、肩にはまらないボクトさんを全力でバレーを楽しむ。弟子も師匠に敬意を示す。もう末っ子のエースなんかじゃない。この男はもう普通という一般的基準では測れない。一番乗りの男。かつての相棒ヒルガメはバレーの道を選ばない。バレーはミスったって知らないけど、これからはミスったら誰かが死ぬ、順位の道を進む。昔自分を苦しめたバレーから解放されて先を見つめるヒルガメ。高麗は少し寂しそう。それでも高麗はバレーを続ける。小さくても強くなることを諦めない。ボクトさん体勢が苦しい、ブロックアウトを狙う。それを察知して手を引くブロッカー。高麗に対して月島がやってましたね。なんとこの選手ヒルガミの兄、ヒルガミフクロウ。ヒルガミの血はまだコートにある。ブロックアウトはチビが高さに対抗する武器だったのに、チビだから他のスキルを磨いたのに、トップレベルではそれすらも通用しない。かつての小さな巨人もそれを知っちゃったからバレーをやめた。でも高麗は関係ない。大きくはなれないけど強くはなれる。強さの頂へ高く飛ぶ小さな巨人。ブロックアウトはチビが高さに対抗する武器の一つ。でもトップではそれすら餌にされる。そんな世界でも高麗は自分で自分を鼓舞する。昔母に教えてもらった、大きくなる方法はないけど強くなる方法はたくさんある。ブロックアウトを読まれるがとっさに強打へ切り替える。相手が強者だからこそ成立する空中戦がたまらない。あの時の借りを5年越しで返す高麗。身長の代わりに与えられた欲が高麗を空中戦の覇者にした。小さいことこそ高麗の翼。190センチに対して頭が高いと嘲笑ってるように見える。身長が高くても空中戦においてはまだまだ新米というこのワードセンス。この背中はただ小さいだけ。王者のゆえ、今までサクサは牛島を気にかける描写が多々あった。そんなサクサは不注意不用意なやつが嫌いらしい。日向に発熱退場と命名したのセンスを感じる。不愛想で神経質な印象が多かったけど、それはバレーに対する真剣さの裏返しだった。そして出会う体調管理もバレーも手を抜かない男。初めて強力な回転と対峙する。本気でぶつかり合えるのが楽しかった。でも白鳥沢は全国に来なかった。白鳥沢を倒した宮城代表、そして自分のチーム日立山は主力が途中退場して負けた。こんなに努力を尽くしてもどうせ負ける。怪我をした主将、いつか来る最後の試合は笑って終わりたいと泣きながら言った。これらの経験、主将の言葉を得てたどり着いたサクサの理想の最後とは。これを聞くと、今までの不愛想な言動や日立山の横断幕が努力である理由、全てに納得でき、この男に魅了されます。サ
作者の理想の最後、それは劇的なラストでなく、いつ終わってもいいという。かつて師匠は笑って終わりたいと言ってた。それを聞いて作者は理想の最後について考えたけど、笑って終わりたいとか勝って終わりたいとかどうでもいいらしい。ただその最後の日まで注意深く手を尽くして、いつ終わってもいいと思っていたい。春高で師匠が怪我をした時言ってた。準備を怠ったとか練習不足ならこの結果に後悔する。おそらく作者はどんな最後でも受け入れる。今この瞬間何かを諦めてやめて後悔する人はきっとどこかで妥協している。でも作者は努力を尽くしてきた。体調管理もバレエも注意深く手を尽くしてきた。だからどんな終わりも受け入れれる。一見不愛想に見えたけど、それはバレエ愛の裏返し。愚直に必要に丁寧に積み上げてきた努力の結晶、それが作者清臣。後悔はない、そう言い切れるほど手を尽くしてきた。だからいつ終わってもいいと心からそう思える。西島、世界の壁に阻まれる。その秘宝にあのマブダチが気にかける。坊主頭とアイコンが可愛い。なんとあの牛島が不調。それほど世界は厳しい。そこへ追い打ちをかけるように子供がとどめを刺す。バレエは好きじゃないと明言。今まで悪意のない素直すぎる発言で知らず知らず誰かを傷つけてきた牛島、それがこの年で子供にやられるのは正直ざまーって感じ。そんな牛島を悟りは盛大に笑い飛ばしてこう言う。それはまだお前が弱いから。強くないとかっこよくない。頑張ってるなんて誰も興味ない。強さが全て、勝者こそ正義。あの牛島に弱いなんて悟りしか言えないし、やっぱり友達だと思う。落ち込んでる友人に送る言葉とは思えないほど辛辣。でもシンプルなこの理論、納得してしまう。一見非道、妖怪に見えるけど自分の世界に酔いしれてその快感に溺れる。自分の執念、考えを曲げない。この生き様、やっぱり悟りもかっこいい。そして不調の牛島はある人物と出会う。かつて宮城県の二強、白鳥沢と成城、そのエース同士が対峙する。不調の牛島が出会ったのはまさかの男。岩ちゃんは憧れのトレーナーに会いにアメリカに来た。なんとその人が牛島の父だった。岩ちゃんの宇津井隆さんって知ってるの問いに対して、知ってると答える牛島。いやそこは俺のお父さんなんだけどとかもっとあるでしょ。リアクションが薄い。実は父という発言に時差が生じたから岩ちゃんはこんな顔になるんよ。リアクションが右と左で100点と0点。そんなこんなで憧れの人と出会えた岩ちゃん。岩ちゃんは牛島の不調を聞くと嫌だと言う。でもそりゃそう、白鳥山に6年間阻まれて一度も全国へ行けなかった。本意ではない。かつては敵同士だったけど和気あいあいとしているこの会話、とても微笑ましい。やっぱり落ち込んだ時、友達との何気ない会話に元気が出るのか静かにこぼす。運がいい。これほどの強者が自分の才能におごらず、環境、人、運、周りに感謝するの。牛島の人の良さが溢れてる。そんな時期もあった牛島が強者であるために取った選択。日本の手法、その最終形態。王者牛島でさえ世界は厳しい。そんな牛島が強者であるために取った選択。その強さを一度捨てる。まるで大砲、レシーブが得意な作者の腕を弾く。さらに上に行くためにフォームを改善した。通常の弓を引くようなフォームではなく、体験を振りかざすようなフォーム。止まる瞬間がないからパワー全部乗せ、前でも十分強いのに一度それを捨てる勇気。牛島は普段笑わないけど、どうやら子供の頃かららしい。父が楽しそうにバレエを語っても無表情。正直何考えてるかわかんないけど、父は息子がバレエを好きになったら嬉しいという。その息子は今や日本の手法、完成しない最強になった。しかもパワーに加えて左の回転。実はこの左は父が守ってくれたもの。息子がバレエを好きになってほしいという思いも込めて。牛島は確かに最強、でも自分の才能におごらないし、うぬぼれない。一見不愛想に見えたけど、父の思いを受け継いだ優しい青年。満面とは言わないけど、お父さんには息子のこの笑みが輝いて見えたと思う。世界のエース、ロメロが繋ぐ、と同時に叫ぶ。言語はわからない、でも意味はわかる。繋げ。普通はこの圧に萎縮する。でも普通のやつなんてここにはいない。バレエで飯を食う人生にワクワクが止まらない。松本が拾うがセッター不在。しかし日向がいる。まるで第二のセッター。誰を選ぶ、もしくは前に脅す。いや強打で打ち込む。読者も会場も驚きを隠せない。なんとあの体勢から左で強打。ボールに触れるその一瞬だけのために常にボールを触ってた。体が小さい分他の全てで補った結果、見てるだけでこっちも疲れそうだけど、日向からすると愛車をピカピカに磨いたり飯を食ってるようなもの。バレエが楽しくてたまらない。それがひしひしと伝わってくる。称賛と罵声の律儀の中でバレエに人生を投じる。こんなに熱中できるものがあるって幸せだなと思うし、羨ましいと思ってしまう。牛島 VS 日向、目でわかる、俺に来る。あの時確かに白鳥沢には勝ったけど、結局牛島は止めれなかった。さらに成長した牛島のスパイクをなんとか上げる日向。もう読者も知ってる、上がったのはまぐれじゃない。決めれなかった牛島と綺麗に上げれなかった日向、互いに満足しなさそう。再び訪れる機会、スパイカーからの圧。プロになってまでこう思うのはもしかしたら幼稚かもしれない。それでも言いたい、お前を戦
叩き潰したい。押しつぶされそうなさっき、でも大丈夫。ひなたは教えてもらったから。昔、恩師が教えてくれたから、近道なんてない。小さいからこそ、一歩ずつ。陶器に行くには、必ず近きよりす。ビーチで培ったバランス。今のひなたは倒れない。膝をつかないレシーブ。呼ばれなかった1年生合宿、ビーチの修行、敗北。すべてがバレーボール。俺たちはきっとこれから何でもできる。この背中を見てると、そう思わされる。カモメの飛行。僕とさんの強烈なスパイク。普通繋ぐだけで精一杯。でも普通じゃない。それが鍵山。フォローではなく、セット。このイレギュラーなトスを託されたのはコーラ。カモメ内の監督の思想。カモメはどんな状況でも飛行できる。どんな状況でも強い。そうなれればきっともっと楽しい。あの頃の青春が今のコーラを支える。たとえイレギュラーなトスでも空中なら俺が一番強い。好調はあっても不調はない。体に染みついた習慣。やっぱり小さな巨人はかっこいい。そんなスパイカーと同等、いやそれ以上にセッターもかっこいい。それぞれの役割に自信と誇りを持つ選手たちに魅了される。スパイカーもかっこいいし、セッターもかっこいい。でも一番は恐怖すら感じさせるこのバレー力が最高にかっこいい。注意、不要意な人間が嫌いなサクサ。でもここにそんな奴らはいない。研ぎ澄まされたものしかいない。不快感がなく、澄んだ空間。わずか、でも確かに笑ってる。それほど心地いい。努力に手を尽くした王者、サクサ清美。楽しいこそ正義。次の一点に全力をかける。普通の枠に収まらない。普通の尺度では測れないエース。僕と孝太郎。うるせえ、俺の方が強い。日本の主砲、牛島若年。昨日までを全部筋肉に変える。いつだって今が最大の好機。思い出を捨てた最強の挑戦者、宮集む。横断幕の言葉がそれぞれのバレー、人生の礎になっている。最強のおとぎ、日向翔陽。コート上の王様の鍵山飛雄。飛翔する彼らに我々も胸が躍る。祭りの終わり、ブラックジャッカル、ひなたちのマッチポイント。スパイクが大好きだったひなた、小さな巨人に憧れて始めたバレー。でも強さと自由を手に入れたひなたはそうはならなかった。エースにはならない。それは目指す理想像ではない。今ではこの役割に誇りを持っている。その役を全うする。昔うちのエースが言ってた。どんな呼び名でもポジションでも敵チームに一番恐れる選手が一番かっこいい。ボールには触れてないけど俺もかっこいい。俺は最強のおとり。史上最大の喧嘩、勝ったのはひなた。悔しいけど楽しい。ずっと先にいたあいつにやっと並んだ。終わったと思ったけどどうせまだ終わらないんだろうと二人の表情を見ればわかる。どよめく会場、鳴り止まない歓声。かつての仲間が並ぶ中、最後にこの人が小さく映る。あえてセリフも心情も描かない。作者が読者に好きに想像させてるように見える。もしかしたら日向選手の一番のファンはこの人かもしれない。ひなたの躍進に駆けつけたのはこの男。ジビちゃんを改め申し出る。守りの猫間、その首相。選手ではなくバレーを普及する立場についた。相変わらず社会人舐めてそうな感じなんだけど、ムカつくらいスーツが似合ってる。恩師猫又監督の響いた言葉、じゃあネットを下げればいい。その言葉をひなたに嬉しそうに言ってるのがたまらない。恩師への敬意と感謝を忘れないでいる。プロはひなた選手に仕事の依頼。ぱっと見詐欺師。その風景に普段仲悪いサクサと集むが一瞬仲良くなる。プロはバレー選手にはならなかった。でも経済が回って、人が熱狂して元気になって、ゲームみたいに人が死なない。スポーツが大好き。だからこそその魅力を世界へ伝えたい。スポーツで世界をつなぎたい。あの時知っちゃった、その魅力が大切な誰かに伝わった時、こんなにも嬉しいのかと。だから選手ではなく普及する道を選んだ。この職業、黒にぴったりだと思う。仲直り。影山にとってトラウマになった中学の出来事。チームからの拒絶、貪欲だからこそ一人になってしまった。高校になっても結局いがみ合ってばっかり。あいつらと敵対して改めて痛感させられた。バレーは6人で強い方が強い。一見仲悪そうだけど読者は最初から知ってた。お前らどうせ互いのこと認めてるでしょ。時々影山を気にかける二人を見ればわかる。特に金田一、口は悪いけどいいやつなのがバレてる。クニミ、お前はもう少し優しくなれ。喧嘩中の3人に意見する日向。譲れなくて喧嘩するのは普通。確信をついてると思う。喧嘩することは何も悪いことじゃない。あいつは自己中だったけどバレー愛の裏返し。そんなあいつに声をかけられた。また一緒にバレーをやろう。大好きなバレーをまたあいつらとやりたい。謝ってはいないけど、あの時はすまなかった。また遊ぼう。そんなやりとりに見える。影山はたくさんの仲間ができたけど、また喧嘩してもいいから、じいさんになっても3人仲良くしてくれると、我々読者一同は嬉しいです。日本代表 VS、あの時一番泣きたいはずのこの人はもっと上に行きたかったとか、自分のことは言わず、仲間を思う言葉を放った。普段笑わないくせに仲間のこととなると笑みを見せるずるい人。そんな北さん、今は幸せそうに笑う。思い出なんかいらん。そのスローガンを掲げる稲井関の対
大将は思い出が大好き。あの時は悔しかった。はしぎすぎて北さんに申し訳なかった。でもやっと言わせてやった。北さんにとってこの笑顔は副産物かもしれないけど、とても満足そう。様々な過程を終えて今の結果がある。それにしても残念だった。あの高校がない、あの横断幕がない、あのプライドは静かに消えたのかと思った。でも違った。かつてのライバルに宣告したのは巨星じゃなかった。日本代表を迎え撃つアルゼンチン代表及川透。感動の名作配球その最終話。最終話、挑戦者たち。配球その最初の一コマ。それはバレーボールの簡単な説明。最終話はそれと全く同じ文章で締めくくる。でも今改めて読むと感じるものがある。最初読んだ時はバレーのルールくらい知ってる、そう読み流したけど、バレーならではのつなぐという言葉の重み、彼らの躍進を見てるといろんな解釈をしてしまう。決してボールだけじゃない、人の思いやプライド全てがつながっていたこの物語。憧れていた頂の景色、一人じゃ見えなかったけど今は一人じゃないから鮮明に見える。主人公は小柄だけど、多分今この瞬間に限ってはここが一番高い場所。宮城県のとある高校から始まった高校バレーを舞台にした青春漫画。その最終話のタイトル、挑戦者たち。きっとこの二人はこれからも何かに挑戦し続けると思うし、一生喧嘩してるでしょう。バレー漫画の金字塔、堂々完結。